松田学です。ニュース解説で毎週お届けしているウクライナ情勢。それに若干今回はですね、世界の軍事情勢に関連するニュースも付け加えて解説をしたいと思います。まずあの、プリコジン氏ですね、あの話題をさらったプリコジン氏が一週間ぶりに音声を発出したと。あの、ロシアの独立系メディアのメデューザがですね、 7月3日に、えー、プリゴジン氏が音声メッセージを公表したと伝えてまして、この音声ではですね、近い将来、我々の次の勝利が前線で見られると確信していると述べたと、プリゴジン氏がで,ですね、えー、今後もですね、えー、プリゴジン氏やワグネルがウクライナ侵攻に関わることを示唆したということです。で、全、あのー、具体的な場所や音声の発信場所は不明なようですね。 えー、それからああこの、この前線というのはどこの場所かというのはですね、えー、もう不明であると、でワグネルに近い通信アプリのチャンネルを通じて、約40秒の音声を公表したものでして、音声の公表,音声の公表は、反乱収束後の6月26日以来、約1週間ぶりだと。 プリコジン氏はですね、今回の反乱の目的について、裏切り者と戦い、社会を動員するのが目的だったと改めて強調しています。我々は多くを達成できたとも訴えたそうです。ベラルーシのルカシェンコ大統領は6月27日にプリコジン氏がベラルーシに到着したと述べています。プリコジン氏は自身の居場所を明らかにしていませんと、こういう状況ですね。 で、これにくっついてですね、ロシア情勢に詳しい筑波,筑波大学名誉教授の中村逸郎さんという方がですね、7月3日に日本放送でルカシェンコ大統領の罠にプーチン大統領に引っかかったと、こういうことを解説しているという話もありますのでご紹介しますが、えー、この辛坊さんですね、えー、とのやりとりのようなんですが、えー、このプリコジンの乱とは、要するに中村さんに言わせると、ベラルーシのルカシェンコ大統領が仕掛けた動きだと。 ルカシェンコ大統領は本当はプーチン大統領に腹を立てているそうでしてなぜかというとプーチン大統領はこの20年間ベラルーシを乗っ取って属国にしようとしているからであると、えー、ロシアの戦術核兵器がベラルーシに搬入されたわけですがこの核兵器の使用権についてロシアは自国にあるとしていますがベラルーシはロシアの同意なく使用できるという認識を示したそうですねこれは辛坊さんがおっしゃったそうですねみたいですねでロシアに介していた核兵器をもう一度取り戻した形になると えー、核兵器配備したってことこですねえつまり仮に将来ベラルーシとロシアの関係が悪くなってもロシアはベラルーシに手が出せなくなったとっていうことで中村さんがそうですとこれについて言ってまして、えー、ルカシェンコ大統領が仕掛けた罠にプーチン大統領が引っかかったわけですということなんですがね、えー、ルカシェンコ大統領はこの核兵器が自分たちのものであり乗っ取ってあったと考えていると。 ブルカシェンコ大統領はこの核兵器を使ってウクライナを攻撃するつもりは全くないとむしろロシアに対しての脅しに使ってやろうといざとなればロシア国内にぶち込むぞという勢いだとそのために今回プリコ人種を背後で操ってモスクワへ向けてワグネルを進軍させたしかもプーチン大統領がモスクワにいないであろうタイミングを狙ったとどうも中村さんによりますとです、ね、この時プーチンはクレムリンとは別の場所にいたと。 誰がプ,プーチン大統領をそこに連れて行ったかが重要でその人物がプーチン大統領の金庫版とも呼ばれる実業家のコワリチク、えー、氏だとコワリチク氏はプリゴジン氏と仲がいいとで裏でつながっているんだということですね。ということで辛坊さんがこう言ってまして、えー、ロシアの最高意思決定者はプーチン大統領だと世界中の人が思っていますしかしワグネルが自分の足元まで迫り大変な政変が起きているということの認識をプーチン大統領は持っていなかったということになりますと。 について、これに対して中村さんがですね、全く持っていませんでしたえ。プリコジン氏の反乱をどのように決着させるかについても、プーチン大統領は蚊帳の外に置かれ、その他の人々の間で話し合いが行われたとえ。そして絶妙のタイミングでルカシェンコ大統領が出張ってきて、えプリコジン氏とワグネルについて、ベラルーシが引き取ってやるといきなり言い出したんだとあ。で、プリコジン氏がプーチン大統領によって潰されるくらいなら、強力な部隊をベラルーシがもらってしまおうと考えたと。 ルカシェンコ大統領にしてみれば、プーチン大統領に,対するに反抗する際には、プリコジン氏を使って巻き返しを図れると考えたのでしょう。この20年間に及ぶプーチン大統領に対する恨みを晴らしてやろうという狙いです。今のままだと、ベラルーシはロシアに国家統合されかねません。おそらくルカシェンコ大統領は今後、ウクライナと手を組むでしょう。また、NATO とも手を組むと思います。 旧ソ連諸国が次々とロシアから離れていっているにもかかわらず、ベラルーシだけがロシアに近づいています。そしてプーチン大統領と一緒に沈んでいきそうな様相になっています。ということですね。つまりあの、えー、ベラルーシがもうとにかくロシアには免獣腐敗なんだと。えー、でで免獣腐敗なのはこのままロシアと一緒にやっていた今はプーチンに対して強じの意を。 示しているけれども、このままと沈んでいく、早く自分たちが独自の核兵器を持って、ロシアから自立して、NATO を特にウクライナの分だと、こういう見方をしているんですね。まあ、果たしてこの見方が正しいのかどうかよくわかりませんが、えー、こんなニュースがあります。えー、ニュースといいますか、あのロシアの,民のワグネルに詳しいウクライナの政治軍事アナリストのオレクサンドル・コワレンコ氏が、これ日本経済新聞の取材に応じて述べている内容ですね。 これによりますと、プリコジン氏が一時制圧したロシア南部の都市のロストフナドーヌですね、をここを離れる際に住民が熱狂的に集まる様子が伝えられたと。これテレビでご覧になった方もいらっしゃると思います。ワグネルを英雄視する心情がロシア社会に根付いており、ロシア当局がこうしてイメージを破壊するのは難しいだろうと。 こうういう見方がありますねでワグネルはアフリカで天然資源の利権と引き換えに現地の武装勢力が交換に加勢しですねロシア外交の汚れ役を やってきた不法行為にも加担してきたとでウクライナ侵攻に際してロシア軍がアフリカに配備されたワグネル兵を無理やり引き抜いたりしなかったのもロシア指導部にとってアフリカ諸国の支配が重要だからアフリカ諸国とロシアあの確かに、えー、このラブロフ外務大臣がアフリカにしょっちゅう行ったりしてますからロシアにとってアフリカ大事なんですねそことの関係を抑えているのがどうもワグネルだということなんですね。ここのののコアレンコさんい方はははプリコ人種の動向を知るる上でで重要ななどにか メディア活動を再開するかどうかだと強調したそうでして再びメディアの前に姿を見せればプリコジンが戻ってきたと言えるとそして先ほど1週二週間たっての,あの音声の話をしましたがイギリスの BBC が衛星画像を解析したところベラルーシに設けられたワグネルの宿営地では新しい建造物の建設が進んでいるそうですこの施設は8000人程度収容できると見られるただウクライナ北部の進攻作戦には十分な数ではないそうです えー、そしてプリゴジン氏は3日に近い将来に前線でと先ほどの話ですね、音声メッセージを投稿したわけでして、このコワレンコさんはですね、ベラルーシに近いウクライナ北部で破壊工作活動の脅威があると警鐘を鳴らしているそうです。プリゴジン氏が、えー、テロ行為を勝利と言い張る可能性があると指摘したということです。で、一体何が起こっているのかよくまだわからないんですが、この間あの、 山口紀之さんが当チャンネルでこんなふうに述べてましたね。この、あの、もともとあの、ドンバス地方っていうのは、このロシア系住民がたくさん住んでるわけです。で、そこが、まあ、どこだかわかる、まあ、ウクライナが、まあ、はっきりしたことは言えませんけれども、ロシア、ロケット砲の攻撃を受けていて、その、 でその紫外線を受け負っていた。まあ、ロシア人民を守るということですね。紫外線を受け負っていたのは、治安維持部隊がワグネルだったと。で、治安維持というか、そういう紫外線が専門の部隊なそうです。で、これに対して最前線でミサイルを撃ち合ったりするのは、これは国防軍の仕事で、これ役割分担があって、で、今まではバフムトで紫外線が展開されていたわけですね。で、その時にワグネルが紫外線をやっていた。で、そのバフムトが今回終わったので、ワグネルの役割はほぼ終わったと。 でそうするとプリゴジンはロシアの大統領を狙いたいそうですねでその状態ではもう役割が終わったとなると発言力がなくなってしまうんで、えー、そしてまたあのショイグ国防大臣とは犬猿の中だそうでしてそこであのショイグを解任させろっていう運動をしていたんですがそうした運動をしているうちに上げた拳を下げられなくなったとでこれって単なるロシア国内の政局の問題で終わってしまったら極めて静かになっているしですねウクライナの選挙も変わっていないと。 ワグネルの所属メンバーを国防省が雇うと、これにプリコジンは激怒しているそうですが、今、再リクルートをしていて、そこから給料を出していると。つまり、これはあの単なる内乱が収束しただけ、内乱というか、国内の政局が収乱しただけのことでして、プーチンの終わりの始まりなんていう論評が、このね、ブリンケン国務長官、アメリカから出たりしてましたけれども、そんなことは全然ないよというのが、山口さんの見方ですね。まあ、あの、これ、プリコジンが今、 実際にどこにいるのかそしてワグネルがこのベラルーシの中で何か大きな基地を作ってこれがもしかすると本当にこのウクライナの攻撃に入るということであれば別に今、ワグネルあるいはプリコジンはロシアに協力しているとプーチンに協力しているという服にもなるわけでして何もこんな大きな内乱が起こるとかプーチンの指導力が大幅に低下したとまで言えるようなほどの話でもないんじゃないかと。 いいう感じもいたしますね、えー、そして、ですねロシアとウクライナの戦争の状況でちょっと話題になったのが、えー、このザポリージャ原発に,のに対してこの攻撃を仕掛けるとでどうもロシア側が爆発物のようなものを設置したという情報があるとゼレンスキー大統領が7月4日に言っているんですね、えー、公開した動画の中で述べているとで原,発原発に対してロシア側が何らかの破壊工作を行う可能性があると訴えたそうです。 でロシア側は攻撃を計画してるのはむしろウクライナ側だとして双方の主張が対立しているという状況なんですね。でアメリカのシンクタンクの戦争研究所は7月4日にロシアはウクライナが原発で無責任な行動を行っていると非、えー、難することに集中している可能性が高い。 現時点でロシアが放射線の事故を引き起こす可能性は事前として低いと指摘したと。その上で NATO が今月7月11日からリトアニアで首脳会議を開くのを前にロシアが情報戦を展開してウクライナや欧米側に対しうつさぶりを強めている可能性があるという見方を示したというのはこれあくまで戦争研究所の見方なんですがですねロシアがプロパガンダやっているという見方をしているようですね。ウクライナはウクライナでロシアが ザポリージャ原発ってとんでもない、えー、破壊活動を行うと、まあ、お互いプロパガンダ合戦をやっているということのようですね、えー、でどうもこれもう少し詳しく見ますとこれ、えー、ウクライナ側が言っているのは国防省の情報総局が4月4日にこう言っていましてこのザ,ポロザポロジエ原発の原子炉の建屋 2, 階 2, 階 2, 棟,の2棟の屋根に爆破物と見られる物体が設置されたと。 えー、こって情報総局は、爆発物が爆発して原子炉は損傷しないと見られるものの、ロシア軍が原発への攻撃を偽装してウクライナを非難する口実にする可能性があると、まあ、ウクライナがこれ原発を攻撃してるんだと、ロシア軍が言ってウクライナを非難する可能性があると言ってるようですね、ウクライナ側ですね。 まああのこのザポロジェ原発をめぐっては、この情報総局は、ウクライナの情報総局がすでに6月下旬以降ですね、ロシア軍がウクライナ軍の犯行を足止めするために原発を爆破する恐れがあると警告しているものなんですね。ロシアは事実無根だと主張しているというようなプロパガンダ戦の話を今いたしました。そしてですね、あの、 一方で,です、ねえー、今あの、ウクライナ軍が犯行を開始したという話があるんですが、この犯行がです、ね、知事として進んでいないという、そういう報道が結構最近ありますね。で、ウクライナ軍の報道官が7月4日、このウクライナ軍が奪還を目指す南部ザポ,リザポロジエ州のベルジャンスクの方向に2キロ前進したと発表したと、2キロ前進したと、ウクライナはですね。 この情報省局の交換は、この犯行の遅さ、たった2キロじゃないかと、この遅さを指摘する声に対して、こう言ってまして、ウクライナ軍は人員の損失を最小限に抑える戦術を取っている上ロシア軍が強固な防衛線を構築しているためだと説明したそうです。犯行は徐々にではあるが、着実に前進しているということです。で、この状況について、どの程度、ウクライナによる犯行が進んでいるかということについて、日本の新聞はこんな報道してまして、 えー、ウクライナ反攻1か月、領土奪還0.1%、たった0.1%なんだと、えーで、南部や東部で徐々に進軍していますが、これまで戦闘に投入した部隊はです、ね、全体の2割程度にとどまっていて、そしてあの大きいのは制空,制空権を確保できていないということみたいですね。 で、強固なロシアの防衛、えー、防衛陣地の、えー、弱点を見極めて、えー、主力部隊で一気に突破口を開く、そういう電撃的な戦略を描いているようだという報道があります。えー、ウクライナ国防省の7月3日の発表によりますと、1ヶ月で奪還した南部の領土は158.4平方キロメートル、東京23区の4分の1の広さに相当するものの、 ウクライナが奪還を掲げるロシア占領地全体の0.1から0.2%にすぎないんですね、今まで奪還したのはですねもう、要するに奪還して、ほとんど奪還できてないと。で、進軍が思うように進んでいないことはゼレンスキー大統領も認めているそうでして、ザルジニー総司令官は6月末のインタビューで、これは見せ物ではないと、毎日1メートルごとに血が流されていると述べた上で、数百メートルであっても毎日前進を続けていると強調したと、これは息の長い話のようですね。 NATO の方からの話ではです、ね、ウクライナの反攻について事態が早く進まないことに驚きはないとウクライナにもっと早く進むべきだと言ってはならないこの種の作戦は非常に困難だと指摘したと、もうかなり困難というのはですね、実態の、ね、進軍を困難にしている最大の要因は長射程の攻撃力や空軍力でウクライナが劣っていることなんですね。 でロシア軍は攻撃用ヘリとか軍用機に加えてウクライナ軍の防空射程圏外から攻撃できる大,大量の誘導爆弾を投入しているとでロシアの防衛線突破を目指すウクライナ軍部隊に損害を与え続けているとロシア軍は圧倒的に強いとうです、ね、でウクライナ軍には野戦部隊を守る短距離防空システムが不足しているということで F16 など長射程の 攻撃能力を持つ戦闘機もまだ供与されていないと。えー、F16 にはまあ訓練など時間がかかるという名前前から当チャンネルにも指摘していることですが、えー、今回の攻撃にはの間には利用できないと、やはりそうなんですねで。ウクライナ側は秋までに目に見える戦果を上げる必要に迫られているということで、戦線が硬着状態に陥りますと、西側で早期停戦に向けてウクライナに妥協を求める圧力が強まりかねないためであると。 まあこの話も後で少しいたします、えー、とにかく物量で優位にあるのがロシアでしてこの守りを固めて持久戦に持ち込むことで西側のウクライナへの支援疲れが広がることをロシアは期待しているとでイギリスの国防省は7月4日にロシア軍が前線に対戦車地雷を大量に敷設してウクライナ軍の進軍を轟らせようとしているとの分析を示したそうです ウクライナ軍は今後ですね、南部の前線でロシアの防御が手薄な地点を特定して、航空戦力を混乱させた上で電撃的に残りの主力で突破口を開こうとする可能性が高いと報じられていますね。ロシア軍はザボルジェ州など南部に全長 120km、幅 10km とされる、堅牢な防衛陣地,を陣地を築いたが、守りに当たる変異はそうしているそうです。 ウクライナ軍が反攻のために編成した12旅団のうち前線に投入したのは3つ程度に過ぎないみたいでしてアメリカの戦争研究所は7月4日の選挙分析でウクライナの現在の反攻のペースは行き詰まりとか広大な領土奪還が無理だとかいったことを示していないと指摘してきたということでやれるんだとウクライナというこれはあまり西側の見方ですよね、えー、そして一方でこれあのだいぶウクライナもきついびしい状況にある 1一つの材料として、こんな報道もあって、東部ハリコフ州の知事が、ですね7月4日に、このハリコフ州のペルボーマイスキー市というところが、ロシア軍のミサイル攻撃を受けて、子どもを含む40人以上が負傷したと発表しましたと、また南部ヘルソン州でも同じ日に、ロシア軍の攻撃で民間人2人が死亡したと、いろいろとウクライナ側の犠牲のニュースがちょこちょこと流れていますね。 えー、そしてこんなニュースもありますウクライナ軍の指揮官が4月3日に言った話ではロシア軍が18万人超の兵士をウクライナ東部の主要な前線2カ所に展開していると明らかにしたそうです、えー、これはあのウクライナ軍の報道官が言っていることなんですが空挺部隊や機械化部隊陸軍の予備兵などからなるかなり強力な集団だとそうですねやっぱりロシア強いんですねでそしてさらにですね ま、これはロシアが本当に追い詰められた時にどうなるかって話に関連していくのは核攻撃ですね、ロシアにですね。じゃこのロシアの核についてこんなちょっと怖い話がありまして、ちょっとご紹介します。ロシアの核ミサイル自動発射システム、これがあるんですね。今も機能しているという、そういう話があります。ウクライナ軍によるロシア軍への反転攻勢が始まったんですが、ロシアの核使用をめぐる緊張は依然として高まっていると。 モスクワ中心部のクレムリンへの例の無人機攻撃というのがありましたね、これを受けてロシア政府高官から戦術核使用をほのめかす発言が相次いでいると、でベラルーシがロシアに戦術核のベラルーシへの配備で合意したわけですね、そして年内にも配備が完了するわけですが。 えー、ウクライナを支援する NATO に対して核で対抗するロシアの立場がこれによって明確になったという話もありますね。そして、えー、アメリカとの全面戦核戦争になった場合、ロシアを防衛する最後の砦になるとされるのが核ミサイル自動発射システム。これは冷戦時代に始まってロシアでペリメトルという名前、ヨーロッパでは死者の手、手です、ハンドですね、えー。それから審判の日の兵器とも呼ばれるシステムらしいです。 で、これ実はあるということで、これはあの、バルト三国の視聴者を対象とするロシアのニュースサイトのバルトニュースというところで、えー、ロシア科学アカデミーに、えー、ロシア科学アカデミー米国カナダ研究所副所長の、えー、ソロタリョフさんという方がインタビューで明かしたことだそうです。この方は、 1979年から85年にかけて旧ソ連で戦略核戦力を担っていた戦略核戦力を担っていた戦略ミサイル部隊に所属していた方でこのシステム開発に携わってきた方だそうですえこのシステムについてこ,うこの方おっしゃっているそうで現在も運用されており改良され続けているとでこのバルトニュースはですねロシアの主張を内外に向けて発信するためにプーチン大統領の大統領令により設立された国営メディアグループロシアの今日今日っていうんですかね というものの傘下にある機関だそうでして、その報道はロシア政府の立場を色濃く反映しているそうです。このシステムが国家の最高機密であると、その実態が謎に包まれているので、その、この今回の発言は注目されたそうです。そもそもロシアの核ミサイル自動発射システムとは何なのかといいますと、アメリカとソ連が大量の戦略核ミサイルを保持してお互いに角を突き合わせていた冷戦時代に、ソ連にとって最大の懸念の一つが、 アメリカの先制核攻撃によってソ連の核制御ミスシステムが徹底的に破壊されてですね、えー、報復攻撃もかなわずに一方的に国家が崩壊することだったわけです。でソ連はあまああの今は大統領ですが当時は共産党書記長ですねその傍らに常に置かれている核のブリーフケースこれは通常チェゲトと呼ばれるんですねこれをはじめとする人の手を介した指令システムこれが破壊された場合に 地下サイロに隠された指令ミサイルを打ち上げ、指令電波を発信してですね、残存する大陸間弾道ミサイルや潜水艦発射ミサイル、つまり ICBM や SLBM ですね、あるいは戦略爆撃機搭載ミサイルなどの核発射ミサイルを自動的に起動させるというものだそうです。実現すると史上初の核兵器自動制御システムとなるということが、これがあるというんですね。 で1970年代に開発が始まって、85年に実戦配備されたということで、これは先ほど言ったペリメトルと呼ばれているわけですね。でこのシステムは2あ、1991年の米ソ間の第一次戦略,戦略兵器削減条約、スタート t 1の調印に伴って、1995年に実戦配備から外されたとの一部報道もあったんですが、ロシアに引き継がれ、配備が継続しているとの見方が強いそうです。 アメリカによる先制攻撃を警戒してそのシステムは最高機密とされているそうです。あの、日本ではですね、一部メディアが軍の最高司令官であるプーチン大統領が不良の使用を遂げた場合、システムが起動して、日本の米軍基地も攻撃対象となる可能性があると伝えたそうですが、起動の条件や攻撃対象を含めてそのような事実が確認されたことはないようです。未確認情報がいろいろ多いようですね、これについてまた、あの、どこに設置されているか、この自動システムですね。その設置場所も不明だそうです。 でシステムは常時、異常を探知した場合に、参謀本部にシグナルを送るとで、応答がない場合、さらに上層部、つまり核のブリーフケースにシグナルを送ると、これにも応答がない場合、システムを起動させると、応答しないと自動的に攻撃してしまうと、核攻撃してしまうと、ロシアが保持する作戦配備中の戦略核弾頭約1600発のうち、その時点で利用可能な核弾頭を敵国に向け発射するそうです。 え、システムはただ暴発防止っていうのがあって、非常時以外は冬民状態になるそうです。え、大統領が国家が核攻撃を受ける危機的状況にあると判断した場合にスイッチが入れられ、スタンバイになるというものだそうです。え、ゾロタルフス氏、このインタビューをした、受けたゾロタルフ氏は、その稼働の条件として、 1> 第1に敵の核攻撃が実際に行われたこと第2に軍政府指導部との連絡が取れないこと第3に連絡が取れない状態が一定期間続くことを挙げているそうでして防発防止策が担保されていることを強調したそうですロシアのシステムについてはアメリカも当然認知していてですねロシアの最新ミサイル開発と合わせてアメリカも対応策を検討すべきだという声もあるそうですいやいや怖い話が多いですねええー そしてですね、このロシアの核攻撃、アメリカの側ではロシアの核攻撃を探知してから、アメリカが報復攻撃を決断するまでの猶予が、最近、技術の進歩で、向こう側の技術の進歩で、一時的短くなっているらしくてですね、アメリカの指導部に対して、人工知能を基盤とした自動報復システムの開発を検討するよう助言している方もいるそうです。自動的に人工知能の判断で核攻撃かというとですね、これ、本当にもう。 ディストピアそのものなんですが、しかしそういう装置があるということはですね、まあ怖いことなんですが、まあこの時に日本の味はじゃどうかというと、これはあの国家基本問題研究所のですね、富山さんが書かれているコラムに、 ある下りのことととちょっとご紹介したいと思い思ます日本の場合はとにかく日本が核攻撃されたらアメリカが例えば中国から核攻撃されたらアメリカが報復して中国を核攻撃してくれる。これ拡大抑止といって日本の間で日米の当局の間のこの拡大抑止協議っていうのは2010年から始まってるんですね。富山さんによりますとですね。で、日本は外務省と防衛省。 アメリカは国務省と国防総省の局次長苦渋によって近年は年2回開催されているようでしてでその中で日本政府はアメリカの核の傘を信頼しているということかもしれないとしかしその信頼は日本国民に共有されていない多くの国民はアメリカがニューヨークやワシントンを報復核攻撃される危険を犯してまで日本を核で守るか疑っていることの通りですでこれはあの伊藤寛さんが だいぶ前にこのチャンネルででもおっっしゃった通りでアメリカで政府当局者だった人は政府当局でいる間は拡大を起して日本を守ってやるよと言ってるけども、まあ、やめちゃって、えー、あの個人の立場で発言するようになったらあんなの嘘だとみんな言ってるという話をいたしていましたねだからあの自分のニューヨークやワシントン攻撃されてまで日本を守るなんてアメリカは考えるわけないだろうというふうにおっしゃってましたね。で日本国国民民もそのやっぱりり、まあ、そこままで国民がが意識してるか分かりませんが しかしやっぱり拡大抑止が機能するっていうのはよくよく考えてみたらちょっとあり得ないだろうと。で、その中で、えー、あれなんですねあの、国民の疑問がですね、日本政府の拡大、この拡大抑止に対する本気度にも向けられてるんじゃないかと富山さんは分析しています。日本政府が核兵器を持たず作らず持ち込ませずの比較三原則にこだわる限り、拡大抑止には限界が生じるからだと。 で、NATO には核共有の仕組みがあるんですね。アメリカの核弾頭をヨーロッパの同盟国の領土に配備して、使用の決定と作戦そのものをアメリカと同盟国が共同で行うものですね。で、安倍元首相、まあ、お亡くなりになってちょうど一年経ちますが、安倍元首相が生前にですね、日本も核共有の議論を進めるべきだと提唱したんですが、岸田首相はですね、非,核,非核三原則を堅持する立場から認められないと拒否したということですね。 まあこれについて、えー、富山さんが論じていますが、韓国のユン大統領、4月にワシントンに飛んで、バイデン大統領と共同で、拡大抑止に関するワシントン宣言を発表したんですね、これは独自の核武装も辞さないという覚悟をユン大統領が示したからこそ、ですね拡大抑止の強化を引き出せたと、で岸田総理はそれで大丈夫なのかねと、比較三原則を維持して、ですね、えー、のいわゆる核の共有っていうですかね、 核共有ということもせず、核保有もせず、核共有もせず、日本を守れるんですかと、アメリカをそこまで信頼していいんですかと、まああの、アメリカの、なんて言いますかね、重、えー、米政権といわれるき政権が、ユン大統領のような、そういう決断をするような、なんとても思えないんですが、まあ、本当に大丈夫なのかという問題が、これは大きな問題として議論しなければいけないと思います。えさてそんな中で こんなニュースがあるんですね。CIA、アメリカの CIA 長官がウクライナを極秘訪問しました。アメリカのワシントンポストは6月30日に複数の関係者の話としてアメリカの中央情報局 CIA のバーンズ長官が6月初旬にロシアの侵攻が続くウクライナを極秘訪問し、ゼレンスキー大統領らと会談したと報じています。 ウクライナによる反転攻勢の開始と同時期でありますウクライナ側には領土奪還を早期に進め、年末までにロシアとの停戦交渉を開始したいと伝えたということですあ、ウクライナ側が伝えたと、バーンズ長官ですね、年末までにロシアとの停戦交渉を開始したいと伝えたんですね、停戦交渉したいと、ウクライナも言っていると。 でこのウォーロストリート・ジャーナルによりますと、あワシントン・ポストによりますと、ウクライナ側はあ今年の秋までに相当程度の領土を奪還することを目標に掲げているということです。ただ一方で、ウクライナの反転攻勢は先ほども言ってます一進一退ですね、えー。アメリカ軍の制服組トップのミリー統合参謀本部長、本部議長は6月30日にワシントンで講演しまして、人々の予想より進展具合が遅いが、驚きではないと。 ウクライナ軍の部隊は、えー、地雷源を進むため慎重な動きになっているが着実に前進していると強調したということですねつまりまああの秋ぐらいまでに反転攻勢で大きな成果を上げてそして停戦交渉に持ち込めるだけの状況を作たりたいとそして停戦に行きたいんだそのためにはですねもっともっと軍事支援してくれということなのかもしれませんがでも F16 が実際に実戦に配備されるのは早くても今年の末からっていうのでどうもこの辺に 現実感がある話になっているのかよくわからない面がありますね、えー、そしてですね今度はこの日本に関連しての話なんですがロシアの副首相が北方領土であるエフトロフ島を訪問したというニュースがありますタス通信によりますとロシアの極東開発を統括するユーリー・トルトネフ副首相が7月4日北海道北方領土のエフトロフ島を 北方領土のエトルフ島を訪問したと。ウクライナ侵略開始後、プーチンロシア政権高官の北方領土訪問を始めてたそうです。このトルトネフ氏は北方領土への投資の遅れに不満を表明して、地元当局者に一層の努力を支持したと。 アメリカやヨーロッパに同情して対ロ政策を続ける日本を牽制する狙いがあると見られているとそういうことです。日本の外務省はこの同じ日に在日ロシア大使館に北方領土に関する我が国の立場に反し全く受け入れられないと抗議したと言ったってまあねうん、まあ、ロシアに対してこんなことやってればそれはロシアもかっていろいろやってくるでしょう、まあ、北方領土はもう日本を諦めたんだということを今回の重米路線でですね えー、こ G7 まで主催して戦争継続を決める場を作ったりしてですね、えー、ということなんでロシアはそういう対応出てきてしまうんでしょうね、えー、そ,しそしてですね一方でこのこのの中国の脅威に,対に関する話に少し話を移しますとアセアンが南シナ海で9月に初の合同軍事演習をするというニュースが入っていますどうもあのインドネシアが中心になってやるということで、えー、まあアセアン加盟国のベトナムフィリピンブル,メブルネイマレーシア、えー、これらがですね 中国と東シナ海の領有権問題を抱えている中でインドネシア主導でやりましょうということですね。そしてこの脅威となっている中国。中国はなんと対アメリカ西側方位もプロジェクト141と G77。 プラス中国っていう二つのキーワードが出てきているようです。まずあのプロジェクト141って何かと言いますと、このアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルはですね、中国がアメリカ軍の通信を傍受するためにキューバに軍の訓練施設の建設を計画していると報じました。これは前にもこのニュース解説でご紹介したことがあります。これに対しアメリカ側はですね、現時点ではコメントできない。また中国政府やキューバ政府はその計画を否定しています。 1962年に起こったキューバ危機に次ぐ新たなキューバ危機が起きようとしているのではという懸念も出ているようです。アメリカのワシントン・ポストはまた別の機密情報プロジェクト141の存在を141の存在を指摘しているそうでしてこれは中国人民解放軍による世界的な軍事拠点広報支援ネットワーク拡大のための構想のことらしいです。中東、アフリカ、アジアさらにはキューバ。 など、世界各地域に設置することを目指していて、このプロジェクトをもって、中国の対アメリカ対西側情報アライアンスが出来上がると。これは情報の話ですね。情報のアライアンス。情報のネットワーク。 でもう一つのキーワードが、えー、G77 プラス中国。これはの1964年に当時の発展途上国が国際会議などでの発言力を保って結束するための枠組みとして G77 というのが創設されたんですが、それが最近そこに中国が加わってですね、G77 プラス中国へと発展しているようですね。えー、中国は G77 の国々を束ね始めていると。 えー、あの、イランのライシ大統領が、キューバを訪問して、ディアスカネル大統領と会談したそうですして、そこでディアスカネル大統領は、キューバやイランはアメリカの帝国主義による制裁や干渉に粘り強く抵抗してきた国々の一つだと述べたそうで、イランとの協調を確認したそうです。 同時にこの G77 プラス中国首脳会議を9月に開催することを発表したそうでしてディアスカネル大統領は招待国を合わせると世界人口の80%を代表すると実践を見せて先進国に対抗姿勢を示したということです、まあ、G77 プラス中国というのはある意味開発途上国と先進国の冷戦のような構想で世界を二極化しているという見方もあってですねこうした分断の政治に 台湾とかキューバがうまく使われているという見方もあるようですね。まあ、世界を見渡せば対アメリカ対民主主義の社会主義国が多いんですね、その中で日本もマイノリティになっているというそういう世界の事例ですな、ね、状況があってそしてこれに輪をかけるように事例の上海協力機構、SCO これがです、ね、イランが加盟するんです、今、中国、ロシア主導の上海協力機構なんですがイランが入るということです。 であのこの上海協力機構の首脳会議が4月4日、オンライン形式で開かれまして、あの例のプリコジンの反乱後、ですねプーチン大統領が初めて国際会議に出席しまして、中国とともにアメリカ、ヨーロッパへの対抗軸としての結束を図ったと、イランが9か国目として SCO、これに正式加盟し、拡大路線が進んでいるということです。 プーチン氏は会議で、ロシア国民はかつてないほど結束し、社会全体が反乱の試みに立ち向かったと述べて、反乱で政権基盤がむしろ強化されたというふうにアピールしたそうです、プリゴジン反乱ですね。プーチン政権の反乱への対応が広範な支持を得ているというふうに公示したということです。アアメリカヨーロロッパへのの対抗姿勢ででは中中国国シアが歩調を揃えたとということで中国の 習近平国家主席はですね対外政策は独立して自主的に制定するべきだ外国勢力がこの地域で対抗する陣営を作ることに警戒しなければならないと述べて台湾問題などに関与を強めるアメリカやヨーロッパなどを念頭に牽制する狙いがあると見られています。 なんとあの、ベラルーシも加盟に向けた、あの、覚え書きに署名したようですね。えー、そして、この上海協力機構はいかなる国とも敵対せずといった声明を出したようですね。えー、いかなる国家とも敵対するものではなく、全ての国との広範な協力の道を閉ざさないという共同宣言を採択して首脳会議を締めくくったそうです。この共同宣言は、この上海協力機構は、集団化、イエオロギー、対立的思考による 国際、地域問題の解決に反対すると表明しています。特定の国々や国のグループによる一方的で制限のない世界規模のミサイル防衛システムの拡大がもたらす悪影響を批判したと。で、この上海協力機構はもともと2001年にロシアと中国が発足させまして、インド、パキスタン、カザフスタン、キリギス、キリギスタジキスタン、ウズペキスタンが加盟しまして、 そして今回イランが9カ国目のメンバー、そしていずれベラルーシが2024年の加盟に向けた覚書に署名したと、こういう流れになっています。今回の SCO 首脳会議は、上海協力機構首脳会議は20カ国地域、つまり G20 の議長国でもあるインドが議長を務めているんですね。 プーチンと習近平は G20 首脳会議が開催される9月にニューデリーを訪問すると見られているということですインドは西側インド太平洋というところにもそして上海協力機構にも両股をかけているということですねしたたかなインドということになりますそしてもう一つ NATO のストルテンベルク事務総長の任期が1年延長することが決まったというニュースがありまして続投すると。 でこのストルデンベルク氏はもともとノルウェーの元首相でありましてですね2014年に NATO 事務総長に就任して長いんですねこれまで3回にわたり任期が延長されてきたと。 ストルテンベルグ氏は安定感のある指導者として忍耐強く合意を形成する力量が評価されていまして、バイデン大統領はこれを歓迎しています。NATO は第二次世界大戦以来、欧州の安全保障における最大の試練を乗り越えてきたとしてですね、現在 NATO はかつてないほど強固で結束し目的を持つと、バイデンは評価しているそうです。ホワイトハウスによりますと、バイデン氏はその後、ドイツのショルツ首相と電話会談を行いまして、 7月11、12日にリトアニアの首都でありますビディニュースで開かれる NATO 首脳会議に向けた準備事項について確認をしたと NATO を一段と強化する方法など首脳会議で討議される多岐にわたる問題について話し合ったということです。 ゼレンスキー大統領は電話でストルテンベルク氏に祝意を伝えて、実りある協力関係を続けていくことを楽しみにしていると述べたそうです。ウクライナは NATO 首脳会議で加盟に向けたシグナルが示されることを、NATO を加盟に向けたシグナルをウクライナは求めているようですね。ストル,ル,ストルテンベルク氏は引き続き事務総長として軍の変革を監督して、防衛の焦点をこれまでのアフガニスタンやバルカン半島などからロシアに戻すと。 また NATO のアジア地域への関与をめぐる加盟国間の見解の総理のすり合わせなどの課題への対処に当たるということです。まあこうやってですね、NATO というところがですね、ウクライナと組んでですね、戦争を長引かせている面があるんですが、日本にとって大事なのは、まあちょうど安倍元総理がお亡くなりになって1年4月8日を迎えることになります。安倍元総理の大きな歴史的な功績といえば。 世界の知性学を数十年ぶりに変えたとチャーチルと並ぶ歴史に残る最兆だったというふうにルトワークさんがですねおっしゃったという話は伝え聞いておりますけれどもその安倍元首相の大きな偉業として成し遂げた自由で開かれたインド太平洋これが一つの軸になったわけですね。 でこ,れがここに、まあ、このヨーロッパがどんどんん入ってきてきるとそして NATO の東京事務所が開設されることについてはいろんな議論があるんですがただいずれにしてもこの西側の自由主義とか市場経済とかですね特に自由主義という考え方法の支配ですね特にですねこれを重視する国々というものの一つの軸がヨーロッパが入り NATO も入って一体となることによってこれは一つの大きな取り消になっていくと。 そしてこの中の知性学的な中核国それでか方やですね世界には非民主主義の社会主義的な国の方が圧倒的に多いというところでこの上海協力機構の話もありましたけれども世界がこの2つの異なる価値観に真っ二つに割れていく中にあってですね安倍元総理の作ったこの地政学がどのようにして生かされていくかと。 これはまさに日本が主導すべき局面が来たわけですけれどもこれがグローバリストやですねによってこの拡大乱されるというかですねそういうことのないようにやはり日本はもう少し自立外交といいますかねあのバイデンべったりのこの岸田外交を超えたですね日本独自の立ち位置を持った先般のウクライナでの G7 広島サミットでただ戦争の継続に協力するんじゃなくて 停戦を打ち出すことができなかったことが悔やまれるわけですけれどもそういった日本の役割というのがですねますますこの地政学の中で問われてきているような感じがいたします。以上ですどううもありがとうございました